今井産業は道路、トンネル、橋などの施設や住宅やマンション、学校などといった建物を作る建設会社。本社がある江津市のほか、浜田市や松江市、東京、広島、愛媛にも事務所があり、私たちの生活を便利で豊かにするものづくりを行っています。この今井産業さんが家の近くにあるので、そこがどんなことをやってるのか知りたかったからです。設計図みたいな見てみたりしたいなと思います。お父さんがなんか建設とかそういう仕事に関する仕事をしていて気になったので来ました。断熱って保温性が高い家です。水筒でいうと魔法瓶みたいな家になってます。この電気を見取ってもらって OK グーグル、ペンダント電気消して。すごいです。なるほど、見た目だけではなく快適さっていうのも大切ですよね。今井産業で未来キッズが体験するのは CAD を使ったお家の図面作り。まずは平面で線を引き、間取りを決めます。グリッドって言って、昔っていう畳の枚数みたいな形で、全部企画していきます。窓を描いていく系、外に向けて一回クリックすると窓ができます。渦回りなど様々な設定を加えていくことで、より具体的な設計になっていくんですね。なんか家とかでプログラミングみたいなことはなんかたまにするけど、なんかこうやって図形とか書くことがないので、なんかちょっと楽しいなって思います。設計士さんたちはこうやって繊細な作業を繰り返して、イメージを膨らませながらお家を作っているんですね。子供が一番にはしたいっては言ったんですけど、私も結構この住宅とか図面とか気になって見てて、私も CAD のやってみたいと思うぐらい楽しそうだなと思って、職業の幅も広がっていくのかなというところで、いい体験だなと思います。子どもの頃にいろいろな体験をさせてあげたいという親心、この表情を見るときっと伝わっていると思います。それで一応図面は完成。作った平面図を立体化すると、洋風の家に合わない和風のトイレトイレがすごい狭いのに和式で、しかもトイレホルダー以外何もないという質素なトイレになって、リビングにいろんな家具を配置して、あとできれば畳張りにしたい。家族みんなでご飯が食べたり、なんかテレビが見たりできるような家になったと思います。なんかもっと空いてる空間になんか収納とか置けたらよかったなって思います。なんか普通の家みたいになりました。階段のところでテレビが登った後にあれ重なったりしないようにするところです。 CAD を使った設計体験の後は椅子作り。でポイントはですね、ちょっと見ていただくね、今井産業の、印字を入れてますので、これをどこにやるかいうのがちょっと一つのポイントになります。子どもたちがこういう木に触れ合うのがなかなか少なくなってきてるので、非常にこういう体験も貴重だと思いますし、本当にいい思い出になってくれればいいと思います。タンスとか作ったり、なんか机とか作ったりしてみたいです。楽しそうにですね、CAD にも取り組んでくれましたし、椅子作りの方もですね、一生懸命取り組んでくれたっていうのは非常に我々にとっても嬉しいです。自分たちが思い描くものが将来実際に作ることができる、それもまたはるかに大きなものを作ることができる、家でありマンションでありビルであり、そういったところにですね、将来楽しみを持ってくれたらなと思っております。設計をしている人がいたり、その設計図から形を作る人がいて、いろんな人がこう一軒の家を作っていることが分かりました。組み立て方を考えながら作った椅子、お家のどこに置いてくれるのか楽しみですね。